赤池町は、福岡県の北東部に位置し、田川郡に属していた町で、隣接するカナダ町、北条町と2006年3月6日に合併し、福市町となり、自治体としての赤池町は消滅した。1992年から2001年まで当時日本、唯一の財政再建団体に指定され、地方自治体や自治体労働組合、財政学者、マスコミなどの注目を浴びた。 以下合併前日までの情勢を示す。福岡県の北東部に位置する。いわゆる筑豊地域の北東端に位置しており、能型市から南東へ約8キロメートル飯塚市から北東へ約 15km、田川市から北北西約1 0キロメートルの場所にある。盆地にあり、彦山川が町中央を貫流する。赤い県庁は、 財政再建団体に転落していた時期があったが、これは赤池町が特別財政の運用の問題があったわけではない。実際に赤池町の周辺町村であるカナダ町、河原町、北条町が再建団体となったことがあり、これらの町は高度経済成長期に筑豊地方が経験した石炭業の浮き沈みに影響されたためである。 ただ、土地開発公社の失敗による債務が決定だとなっている。財政再建団体となった赤池町は、財政再建12年計画を作成し、町営住宅、公民館、町営球場、証明書発行手数料、水道料の値上げをし、住宅新築資金等貸付け事業、特別保育被服対応や、進学奨学金の廃止をし、各種文化、 スポーツ団体に出していた補助金を半分以上削減した。それにもかかわらず、議員定数削減案は議会によって否決された。道路補修なども外注が困難になったため、職員が自らの手で行うということもあった。定数削減以外の徹底した財政再建により、予定よりも2年前倒しで早期再建が実現した。この赤池町を視察する。 自治体は数多くある。特産品として、上野焼きがある。中学校小学校主要地報道一般県道。ありがとうございます。